い、みなさんこんにちは、なみきです。今日はこちらローメルベアゴルフスタジオさんにお邪魔しております。今日はここで、室内での撮影となっておりますということで、皆さん今日の企画気になると思うんですけども、今日はですね、ある練習器具を皆さんにご紹介したいと思います。というのもですね、私ですね、ウィークグリップを直すためにこうフックグリップにしたりとか、パターもね、上手くなるためにこのミラーの、ね、パターの練習器具とかあったりで、結構いろんなところに練習器具を使わせていただいてるんですけども、知人からですね、おすすめの練習器具があると、お聞きしたので、そちらの方を皆さんにもご紹介していきたいと思います。実際私もちょっとどういう練習器具かっていうのはまだ知らないです。なので今日はいろいろ打ったりしながら、どういう練習器具なのかいろいろ聞いていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。やっていきたいんですけども、今日はですね、そのおすすめの練習器具の開発者である、方に実際にお越しいただいておりますので、早速お呼びしたいと思います。どうぞ。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。下田と申します。この練習器具スイングモンスター、これを、開発したものです。実際に開発して、それを私が開発した方から襲われるっていう。そうですね、一応僕が一番解説がうまいかなと思いまして、やってきました。今日はそのスイングモンスター、はい、スイングモンスター、これ、これ1本ですか？なんかクラブにつけるとかじゃなくて、これがもう練習機器。これ1本ですね。これで、正しいというかですね、簡単に言うと、このダウンスイングをですね、インサイドから下ろすっていう、よく言うじゃないですか。よく言いますね。その体の使い方ですよね、インサイドからクラブを下ろす時の筋肉の使い方、そういうのをこの器具で覚えていただいて、その感覚で実際打っていただく。なるほど、でもこれですか？これですね。正直なんかこうね、仕掛けも何もないというか、仕掛けはですね、このグリップ部分がこう動くようになってまして、この右手の部分ですね、右内の方の右手の部分ですね、これがこうスライドするようになってます。なるほど、これが仕掛けですね。ちょっとこれだけ見ていても分かんないので、そうですね、先打ってみて、実際に体感してみてって感じの方がよろしいですか？はい、お願いします。はい、分かりました。じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあですね、まずこれでですね、スイングを変えていくんですけど、それを体感してもらう前にですね、今のナミキちゃんのスイング、そうですね、どんな感じかちょっと見せていただいて。わかりました、じゃあ何球か打ってみますね。はい、お願いします。はい、じゃあ早速打っていきたいと思います。じゃあちょっと見ていてください。はい、お願いします。アイアンでいいですか？アイアンでいいですよ。はい、いきます。何球か打った方がいいですか？2球ぐらいで。2球です。よいしょ。ちょっと捕まったかな。捕まったんですか？捕まっちゃった。OK です。また引っ掛けた。さあ、今打ったんですけども、島田さん、どうですか？私、練習器具は使えそうでしょうか？じゃあかなり効果が出ると思いますよ。本当ですか？はい、今ちょっと取らせてもらって、今のナミちゃんのスイング、バックスイングってここに上がりますよね、でトップに行く寸前ですよね、でここからですね、大体こうインサイドから来るってことは、こっちから降りたいんですよね。これが理想。理想、これがそれでも上から来るじゃないですか、これがインサイドではないということなんですよね。これがですね、やっぱりトップ、ラフリー、スライス、引っ掛け、これ全部のミスショットの原因になってしまうんですよね。確かに全部出ます。そうですよね、まんべんなくいい感じで。だからここをまず変えていきたいんですよ。そのための練習器具なんですよね。じゃあ早速これを使ってやっていきましょう。これどう持つんでしょうか？これここが動くんですけど、左手で下の部分、これが下、で右手上ですね。こういつものように、場所とか、場所はね、ここをちょっと手挟みやすいので、挟まないようにこれストッパーついてるんですけど、その上の方を握っていただいて、この状態ですね。で、トップの位置をまず作ってもらいたいですね。この状態で、自分のトップの位置ですね、構えてもらって、ここからでいいですか？そこからトップまでちょっと上げてもらっていいですか？はい、OK です。
でここからですね、切り返しの動きで左手は止めたまま、うん、右手のこの動く部分を下にぶつける。左は止めたままですか、はい、ぶつける、はい、最初はですね、止め、はい、なるべく止めたまま、止めたままぶつける、ぶつける。で強くぶつけてもらいたいんですけど、最初はやっぱり、ね、あんまり皆さん強くぶつけるっていう感覚がないんですよ、うんうん、ちょっとそこを練習していただきたいので、何度かカチカチやってもらえますか。この状態でいいですね、はい、トップのまま、はい、はい、もう一回、あ、そうですね、はい、強く、OK、強く強くいってみましょう。これまだ強くないですか。まだ強くないです、はい、結構自分の中では強いんですけど。そうですね、だんだん強く叩けるようになりますんで、はい、OK です。で今すごく左手が頑張りすぎてて、はい、こう叩いた時にこいつもすごく硬直しちゃってるんですね、はい、なるべく左手は緩めたまま、緩めていい、緩めていいです、緩めて、これが叩いた時にグリップエンドって、はい、その反動で少しこう前に動くじゃないですか。この動きを作りたいんですよ。これやっていいんですか。やっていいです。それで、そう、そうするとクラブっていうのはこういう倒れた動きになるじゃないですか、はい、はい、もう一回、あ、いいですね、そういうことですね、あ、はい、OK、 OK、 そういうこと、あ、なんかすごい、あ、そうそう、そういうこと、そう、この動きを作りたいんですね。今ぶつけたじゃないですか、はい、でぶつけた時に、あの、今取り組んでるダウンスイング腰からリードするって言われてたでしょ、はい、そう、そこの意識をそこにくっつけましょう。叩いた時に腰を回せますか。叩いた時に、うん、腰乗り、そう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 、ちょっとじゃあ腰を一緒にってことですね、はい、せーの、はい、お、そういうことですね。でここでちょっと止まっておいてもらえますか。で静止、 OKOK、 この形ですよね、はい、これが理想の、これがね、理想のね、形ですね。これがあの近く、クラブが、そう、倒れてクラブヘッドがインサイドから降りてるって。よくそのインサイド軌道っていうじゃないですか、はい、であれってね、クラブヘッドのことなんですよ。勘違いされてるのはグリップをインサイドに下ろしてしまう方が多くて、あ、これだとクラブヘッドって立ってしまうんですよ。クラブヘッドをインサイドってことは、はい、こういう状態です。あ、そうなんですね、うん、グリップは前に多少動く、スライドしますよね。ほう、それでそのスライドによってクラブが倒れてヘッドは後ろに来る。なるほど、これでクラブヘッドはインサイドに来てるっていうことなんですね。ここで叩いてみましょう、はい、そう、こういう状態を作りたいんですね。グリップはスライドして少し前に行く、はい、その時に腰がしっかりとこうリードしていく、そうですね、はい、そうするとこういう状態が作れるわけですね。スイング中、はい、こういう一瞬の動作があるということですね。そうです、そうです。これがだからスピードがついた状態でこのポジションに持っていかなきゃいけないから、はい、ゴルフってすごく難しいんですよ。ですね、はい、で一番のポイントがその右手をぶつける動きだったということなんですね。そのぶつけるは確かに今まで自分の中でもなかったですね、うん、感覚として。そうですね、カチッって鳴らしてから振る、うん、そうそうそう、あ、鳴らない、うん、そういうことです。やってないってことですね。そういうこと、そういうこと。できてないぞ。あ、それだと話しておいていいですよ。最初にアドレスで、そう、アドレスで話した状態で、後ろで上げて、はい、カチッ、カチッ、そこから振る。なるほど、こうですね。このまま。おお、オッケー。うわ、でも全然できてない。いや、そんなことない、そんなことない。お、今良かった。もう一回、今の行きましょう。感覚初めてかも。オッケーオッケー。だんだん力の入れ方が分かってきてる。本当ですか、うん、だからまだ数分の、ね、レベルですけどね、変わってきてますよ。上がっていってこっちから降りてる。本当、全然違うところ降りてる、うん、最初こっちだったでしょ、今ここになったでしょ。本当だ、うん、そうなんですよ。自分の感覚でそんな変わった気がしてなくて、実際、うん、そうですよね。けど映像で見ると違う、 う、まあ、これは素振りの段階なんでまだあれなんですけど、だからこの筋肉の使い方を、実際のクラブを持った球を打つ時の動きに落とし込んでいくっていうことですね、はい、まあ、癖づけ、あとは癖づけの問題になるので、はい、はい、じゃあもう少しそれ振っていただいてから、はい、実際打ってみましょう。そんな変わるの、ちょっとびっくり。うん、すごいすごい、めっちゃ変わってる。ちゃいます？うん、めっちゃ変わってる。お、これすごい倒れてます、ね、まあ、要するにインサイドからもうなってます、はい、はい、じゃあこれで実際打っていただくんですが、はい、
今そのスイングモンスター振った感覚をですね、うん、で打ちたいじゃないですか、はい、その普通のグリップで打っていただくとですね、ちょっとやっぱりあの感覚出しづらいんですよ、うんうんうん、なので最初は、ベースボールスプリットですよね、はいはい、で握っていただいてですね、そうですそうです、あ、親指はこっちでいいですか、こっちでいいです、はい、でこの両手の間に少し隙間を作ってもらえますか、そうですそうです、わお、でここの間を切り返すときに潰すようなイメージ、実際動かさなくてもいいですグリップは、はい、イメージで潰す、要するに右手をさっきぶつけた時の動きですよね、はい、ちょっとやってみてください、これをこうってことですね、そうですね、右で、そうですそうです、この隙間を潰すようなイメージです、はいはい、OKOK、それで少し素振りをしていただいていいですか、はい、うん、これです、ちょっと倒れすぎぐらい倒れてしまった、全然ちゃう、ちょっと軽く打ってみましょう、いけるかな、これでもこのまま当たんなかったら次の、まあ、あれを入れるので次の手を打つので、グリップはこれで、グリップそれで打ちましょう、1回で8番だといつも何ヤードぐらいですか、8番で、いや90とかかな、あ、じゃあまあ軽く60ヤードぐらい打つつもりで、はい、引っ掛けないで、引っ掛けないで、引っ掛けないで、おー、うん、ごめんなさい、めっちゃ返ってきた、うん、大丈夫、大丈夫、ここで何球か打ってみましょう、はい、さっきの感じで右手に力入れていいですよ、結構入ってますか、いいんですか、大丈夫です、最初だけちょっと力んじゃうけど、力んじゃう、慣れてくるんで、うわめっちゃ力んじゃう、じゃあ普通のグリップ戻していいですよ、自分のいつものグリップで、それで右手その時に少し握っといていいですよ、はい、そう、こういう感じ、あ、今めっちゃうまくいった、そうそうそう、今のスイング少しまだ引っ張ってはいるけど、はい、うん、そう、これで OK ですよね、はい、今のでもう十分変わってるんですよ、そのダウンスイングは、うん、変わってる、ちょっと当たり強くなってきてるでしょ、強くなってきます、うん、そんな変わってます、やっぱり変わるんですよね、短時間でも無意識のうちで、でもさっきの練習器具でやっちゃえば、うん、普通のクラブになった時に楽に感じます、そうですよね、はい、うん、おお、当たりはよく良いぞ、はい、おお、いい感じ、いい感じですよね、はい、ちなみになんですけど、はい、そもそもそのインサイドから入れてくることによって、うん、はい、こうメリットっていうのは何があるんですか、はい、一番のメリットはミート率が良くなる、はい、要するに、まあ、クラブのフェースの芯で当てやすくなるということですね、はい、そのスイング軌道だと、例えばですね、はい、ちょっと体感してもらいたい練習があって、はいはい、それでダウンスイングゆっくり降りてきます、でここでインサイド軌道に降りた時っていうのはグリップが腰の位置に降りた時に、クラブヘッドがちょっと後ろにあるんですですよ、これがインサイド軌道なんですね、これが正解の正解ですね、だからよくインサイドって先ほど説明したようにそのクラブヘッドがインサイドですよって言ってるじゃないですか、はい、それはどこで見れば分かりやすいかというと、この状態、はい、グリップが腰の高さぐらいまで降りたときにクラブヘッドがどの位置にあるか、うん、でちょっと腰のリードをさっきやったように、はい、こうやったときにこれがインサイドですね、はい、ここまっすぐより少し後ろにあるぐらい、うんうん、で逆にインサイドじゃない場合、はい、クラブヘッドはここに来る、あ、うん、この差ですよね、ここに来てしまうとやっぱり左行くか、それを嫌がると今度まっすぐ行こうってこういう動きを作っちゃうので、これやっちゃうんですよ、はい、だからこれはこのポジションが取れてないからですね、うんうんうん、ここに来てしまうとこういう状態になる、はい、それを嫌がって強引に左に振ってしまうと左に行くっていうそのパターンになるんですね、そのエラーからいっぱい生まれてくるんですね、そうです、そうです、そういうことですね、ここからいいですか、うん、ポンって当ててみましょう、腰で、うん、腰のリードしながらポン、そう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 、これだと当たるんです、はい、これがインサイドだったですね、はい、腰リードします、でここに来た場合ですね、うん、ここから当てに行ってみてください、
そう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 。そこほど苦しいですよね。苦しいですね。だから当てづらい。インサイドから下ろすメリットっていうのはそういうことですね。その自然にアドレスした状態に限りなく近く、まあ、もちろんトーダウンはするのでクラブっていうのは、はい、完全な再現にはならないんですが、なる、まあ、限りなく近い状態、アドレスで構えた時に近い状態に回転するだけで戻ってくれる、うんうん、そのためにはインサイドにヘッドがないといけないということですね、はい。ということで、先ほどのスイングモンスターを使って、私も練習してみました。さあ実際にどう変わっているのか、ちゃんとこのインサイドに入ってきているのか打ってみたいと思います。いきましょう。緊張する。どうだろう、分かりやすく言うとやっぱりここには来てる、はい、だから上がったところには下から降りてますね。本当だ、前さっき最初の時と来るところが全然違いますね。全然違うよね。はい、今打たせていただいたんですけども、うん、はい、どうですか、変わってましたか。変わってましたよ。ほ、最初に比べたらもう全然クラブヘッドインサイドの軌道になってきました、はい。まあ、ちょっと短時間だったんでね、はい、あれですけど、このままさっきの練習を続けていただくと、うん、自然に、もっと自然にインサイドの軌道っていうのが作れてくると思います。お、確かに私も最初あのスイングモンスター打ってる時は、うん、ぶっちゃけちょっとあんまり分からなかったんですけど、うん、何回かやってその後打った、うん、実際に打ってみてると、うん、全然感覚が違って、うん、いつもとこ違うところに来てるから逆にちょっと違和感だったんですけど、それぐらい今まで多分やっぱインサイドにちゃんと触れてなかったなっていうのは実感できたので、うんうん、続くこの練習はしていきたいなと思います、はいはい、ぜひ実際私もこれを使ってみていいなと思ったので、気になる方は概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方からチェックしてみてください。ということで今日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。